黒い画集遭難、遭難は、松本清張の小説。週刊朝日1958年10月5日号から12月14日号まで、黒い画集第1話として、掲載、1959年4月に、黒い画集1収録の一編として、公文社より刊行された。黒い画集ある、遭難のタイトルで1961年に、東方で映画化。 また1959年にテレビドラマ化されている、G ヶ岳から望む鹿島槍ヶ岳。鹿島槍から西に伸びる、登山道のない牛守備根が、遭難したルートのモチーフとされた。銀行に勤める枝正都浦橋五一、岩瀬秀夫の3人は、8月30日、北アルプスの鹿島槍ヶ岳に登った。山小屋に宿泊して翌日、雨の降る中、 三人は途中で遭難、枝が救援に向かうも、岩瀬は疲労と、寒気から、桜状態に陥り、黒部渓谷の奈落へ、転落死する。ある日、枝は、岩瀬の姉、政子といとこの巻田二郎から夕食に呼ばれ、遭難現場を訪ねたいとの申し出を受けるが、映画タイトル、黒い画集ある遭難、1961年6月17日に公開、制作は、 東京映画、配給は東方。現在は DVD 化されている。原作と異なるラストを設定している。他1959年8月31日と9月7日、KR テレビ系列のピアス TV サスペンス東京レジ国枠にて放映。この記事は以下のカテゴリでも参照できます黒いが週ある遭難に関するカテゴリ。ありがとうございます。